こんにちは、北ゆれです。今回は2024年シーチの6月現在で最弱のスランプ選手を紹介していくぞ。皆様、よろしくやりとありますでしょうか。今回は1選手以外は躊躇なくスタートに入れられるスランプ選手を12球団ごとに紹介していくぞ。私は以前、カズレースランプ選手の有効活用法について動画に残していますので、もし所持していたらそちらの動画を参考にしつつ処理をしていくことを強くお勧めします。それでは、早速いきましょう。ロリでは田村選手です。田村選手は田村選手は155です。3番目はエースジャンプです。ソフトバンクは海野選手です。海野選手は2番合計116です。楽天は安田選手です。2番合計125で、フォアビーあるものの合計値は楽天で最も低いです。西武は西川選手です。2番合計112です。2番目にエースジャンプです。日本ハムは田宮選手です。2番合計121です。捕手は能力が低い傾向がありますね。阪神は坂本選手です。2番合計は120です。広島は捜査は選手です。2番合計は124です。高なく高いです。横浜は伊藤選手です。2番合計128で12球団中最も高い数値となります。巨人は岸田選手です。2番合計118です。ヤクルトは内山選手です。2番合計124です。中日は村松選手です。2番合計118です。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回紹介した選手は日本ミキサーや機械砲に使う形で大きいと思います。この動画で役に立ったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それじゃ、またね。ご視聴ありがとうございました。今後も、様々な動画を配信していくのでぜひチャンネル登録お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。